ットでどうぞ。 The American Express Card デカクルトキワワスリズニー、ありがとうございました。この放送は第一家庭電機の提供でお送りします。今日は古田千竜がブロディ・ブラックウェル巨漢コンビを相手にインターダック王座決定戦、そしてご覧の世界最強ジュニアダック公式戦をお送りします。ステレオ放送でどうぞ。冷たい貼り薬ハリックス55。お、ハリックスするとひんやりいい気持ち、ひんやりいい気持ちでしょ、ひんやりいい気持ち、いい気持ち。ハリックス55は薬効成分の働きで捻挫、筋肉痛、腰痛などによく効きます。ピタッと腫れて剥がれにくい冷たい貼り薬ハリックス55新発売。宝からチューハイのライト級チャンピオン新登場、東京ドリンク。宝缶チューハイライト。お父様住んでいらっしゃる。私はこの人生を夜空の光と共に生きるのです。お父様、体に良いヨードが普通の卵の20倍、ヨードラン光。容疑者は12万。すざまじい事件に緊迫の大捜査線が敷かれた。クリント・イーストウッド最新作タイトロープ、22日ロードショー。父の強さか母の優しさか、男はいつかふるさとの味に帰る。本場のうまさ麦焼酎限界。180センチ105キロ、この中では一番大きいマジックドラゴンであります。さあベビーフェイスが出てまいります。ベビーフェイスとマジックドラゴンが試合をする権利があります。さあロープに飛ばされました。帰ってくるところ水平打ち、大きな音がしました。汗が飛び散ります。カウントは2。さあそしてもう一度ロープに飛ばす、これをかわしました。そしてフライングクロスアタック、いい角度で決まりました。追いかぶさります。カウントは2。カウント2の攻防が続いています。しかし竹内さん、はい、この激しい展開になってきましたが、このメキシコのプロレス、まだまだ日本のファンが知らない強豪ってのはたくさんいるわけですよね。まだまだいますね。もちろんその UWA の方にもいますし、はい、もちろんその NWA の方にもいますし、これから続々とそういうやっぱり未知の強豪が上がってくるでしょうね。ね、さあマジックドラゴンの角度のいいドロップキックだ。さあカウントを取りに行くがロープに近い。カウント2です。フィッシュマンも出てまいりました。さあここら辺でペースをつかみたいですね。そろそろやっぱりベビーフェイスはスタミナ的にですね、相当疲れてますからね、この辺がチャンスですね。さあスープラトンの攻撃だ。ダブルドロップキック、このダブルドロップキックはこのメキシカンのこの試合で必ず一度はね出てくる試合なんですかね。でもかなりやっぱりハイアングルなもんですからね、かなりあれはタイミング的に難しいものなんでしょ。やっぱり両方同時にぶつけるということは非常にやっぱり困難ですね。よっぽどやっぱり連携がうまくないとですね、なかなか同時に当てることは難しいですね。まあこれはグラン・ハムダ選手のコメントなんですけれども、十分にこの技、それから連携をこのウルトラセブンマジックドラゴン組は研究していると言っていましたね。それはあるでしょうね。さあタッチワークにもこの研究の跡が伺えます。ウルトラセブンマジックドラゴン組、勝機をつかむか。ダイビングボディアタック、これで決まるか。おっとカウント2、惜しい。今一つ決め技が欲しい。さあドラゴンにタッチ。さあ必殺技は何か。今夜この必殺技を出せるチャンスがあったら出してみたいと言ってましたマジックドラゴン。しかし反撃に圧倒おります。しかしチョップを返します。一進一退の攻防であります。場内35度近くのまさに熱気ムンムンのこの広島県立体育館、両選手汗が落ちます。
ベビーフェイスとマジックドラゴンです。ベビーフェイスが上からエルボーを落とします。そしてチョップ、マジックドラゴンも負けておりません。激しい打ち合いです。これはマジックドラゴンが打ち勝ったようです。そしてヘッドバット、久しぶりにマジックドラゴンのヘッドバットですね。いいタイミングで決まりましたね。モンドリュウって倒れました。ベビーフェイス、さあそしてシュミット流のバックブリーカー、カウント2です。フィッシュマンがいい動きを見せますね。しかしですね、マジックドラゴンだともう左右打ち合うともうちょっとやっぱ自分のコーナーにすべきですね。そうですね、ちょっと相手コーナーにやっぱり近すぎますね。いかんせんリングの中央あるいは相手コーナーでの攻撃が多すぎます。こういう竹内さんのご指摘がありました。やはりそうなりますとこのフィッシュマンが出てくるわけですね。今ちょうどウルトラスムカットしますかね。この辺りでなんかやっぱり勝機を見出したいところですね。さあ同士打ちを狙うか。おっとこれはうまい、これはうまい。ご覧いただけましたでしょうか。ドロップキックでそれぞれ相手を投げ飛ばしました。さあそしてここが勝負どころ、フライングショルダーアタック。フィッシュマンは場外、そしてウルトラセブンがランチャー。さあここが勝負です。何を見せてまいりますか。大技の連続、ファイルドライバードスンといきました。しかしロープが近いぞ、ロープが近いぞ。カウントスリー入ったか。入りましたね、入りましたね。ちょっとまだこれも場所的にどうかなと思ったんですがね、ファイルドライバーからの片エビ固めだったんですね。そうですね、うまくエビに巻き込みました。マジックドラゴンウルトラセブン、これが初勝利になるわけですね。それでやっぱり優勝に一歩まず近づいたわけですね。そうですね、まあ、マイティ井上、グランハムラ、そしてゲレロ兄弟と2試合を消化しまして、いずれも負けで0点でしたので、ここでやっと初白星、2点を挙げたわけです。僕の応援、僕の応援、身近になりました。うわ、キャノンミニ OA。 とってもウールな人でした。就職情報の表紙が変わった、中身も充実した。ぜひ降りた駅で確かめてほしい。出発進行シンポジン週刊就職情報。クレスタの新しい挑発が始まる。新クレスタ、今度の土日はトヨタビスタへ。シックウルトラ、ヘッドが動く、肌に密着、取り残しなし、しかもワンプッシュクリーナー付き。シックウルトラはカー&サイクルプレゼント中。うまいから飲む、分かってみればそれだけのことだ。生活のウイスキーミューズ 1.5 リットル新発売。さてこの両チームでありますが、両チームとも好調な滑り出せを見せたわけですからね。そうですね、今日さらにですね点を追加したのがやっぱりこの両チームの今日の狙いですね。そうですね、この一戦優勝の行方をこの左右する一番と言ってもいいですね。まあ、おそらくこの対決で勝った方がですねやっぱり優勝に一つの王手をかけてくるでしょうね。そうですね、前半の一つの大きな山ということが言えるかもしれません。勝負の方は30分一本勝負で行われます。大仁田敦史、淵正信対キャボグレロ、ヘクターグレロの一戦です。まもなくゴング、今ゴングが鳴らされました。まず先陣を買って出ましたのは淵正信とチャボゲレロであります。淵とチャボの対戦であります。まずリング上四つに組み合いました。巻き投げを見せます。体調もいいようです。淵正信ぐっとこのチャボを見据えております。またこのチャボも相変わらず竹内さん精悍な感じですね。まあ、ともかくこの人の場合はですね、常にやっぱり自分 の、 あのベストコンディションというのを保ってますね。おっと早くも早くもロメロスボーアンドローですね。ボーアンドローですね。はい、ボーアンドローに来ました。こんな早く出してまいりました。大技であります。チームマッサナブがボーアンドローに捉えました。今外れました。仕掛けてまいりましたね。ちょっと今足のフックが甘かったですね。そうですね、そして早い展開、ヘクターグレロにタッチであります。ブレンバスターに決めましたヘクターゲレロ。そしてこれは外しました、かわしました淵正信であります。早い展開です。
さあ、そして自分のコーナーに引きずっておいてボディースラム。さあ、大仁田にタッチです。日の玉ボーイ大仁田、ユニオンコロシアム決戦のあのファイト、またこの広島県立体育館のリング上で見せてほしい大仁田であります。さあ、両者動きがいいですね。早いですね。まあ、この大仁田と淵のチームでありますが、まあ、元はといえばこの同じ釜の飯を食った、2人ですからね。まあ、しかもですね、共に一緒にそのプロプロとまで連携してテニスまで行った中ですからね、はい、そういう面でもチームワークは全く心配ないですね。プロプロは知れてるわけですよね。そういうことですね。まあ、一方のこのチャボ・ゲレロ、ヘクター・ゲレロ兄弟チームですが、これやっぱりジュニア版のファンク兄弟と言われてますからね、はい、そういう面でこちらもやっぱりチームワークでもなかなかいいものを持ってますね。そうですね。まあ、この狙いとしては大仁田チーム、やはりこの今リング上でありますヘクターですかね。特にそれとですね、今回あのヘクターの動き見てますとね、はい、ちょっとヘクター調子が悪いようなんですね。そういう面でやっぱり当然狙い目はこれヘクターになるでしょうね。はい。まあ、しかしこのご覧のようにこのリング上4人おりますけれども、チャボ・ゲレロを中心にマイティの大仁田、フチ、ウルトラセブンとそれぞれ因縁があるわけですからね、チャボには。まあ、特にですね、今日のその大仁田の場合ですね、このヘクターにも例の左膝の問題がありますし、はい、また当然チャボとはですね、インタージュニアをかけた因縁もありますし、はい、何が何でも大仁田今日は負けたくないでしょうね。そうですね、このヘクター・ゲレロとの一戦で左膝を負傷しました大仁田、この心中期するところがあるかもしれません。さあ、ヘクターの足を取ってフチにタッチを行います。ヘクターは素早いフットワークでチャボにタッチを行いました。さあ、フチとチャボの対戦です。さあ、グラウンドの展開から両者スタンディングポジションを取ります。フチもその分動きもいいようです。フライングヘッドシャープ、このチャボの動きを止める作戦にいっていますね。まあ、こうグラウンドになりますとね、フチは非常にやっぱりいいものをね、遅刻といったいいものを持ってますからね。それで今日はチャボはまず動きを止めてしまうことですね。そうですね、非常にこの地味ではありますけれども、まあ、アマレスの経験もありますし、あのカールゴッチに教えも込みましたし、基本はしっかりできているわけですね。どうしてもあのジュニアと言いますとね、派手な面ばっかりその強調されることがありますけどもね、はい、やっぱりこういうジュニアもあるわけですからね、やっぱりじっくりとやっぱりグラウンドで攻めてほしいところですね。そうですね。まあ、このせっかくのチャンスだから一応このヒール的なファイトをやっているかと、やってやるかと、まあ、一番乗ってたのがこのフチでしたからね。特にフチの場合アメリカでそれをもうやってきたわけですからね、そういう面でやっぱ日本のリングでそれを見せてくれてもいいですね。さあ、思い切り暴れてほしいフチマサラブ、フィギュア4ネックラック首4の字に参りました。さあ、こうヘッダーが後ろから首4の字、大仁田も行きそうだ、行った行った行った、まるで機関車を見ているようだ。そしてグラウンドするグラウンドする、4人とも場外に落ちるかや落ちない、ボトレフリーが懸命にこれを分けます。さあ、どういうことになるか、上からチャボがパンチを落として、そしてエルボー放送席前へ、4人入り乱れております。ヘクターと大仁田はリング内であります。さあ、そして放送席前は内側チャボのその頭を机に打ち当てました。気合が入っています、内政信。この表情です、ご覧ください。さあ、来いという表情、内政信。このインタージュニアベルト、チャボに2回挑戦いたしまして、いずれも敗退しておりますね。それだけにですね、やっぱり内政信は何が何でも今日はですね、一泡吹かしてみたいところなんですよね。そうですね。さあ、その内がスーパーコンの攻撃、エルボーを受けています。この辺が兄弟のうまいところですね。さあ、そしてダイビングボディープレス、カウントに行く、カウント1返した。さあ、ヘクターが一気にこの王道を仕掛けてまいりますか。チャボとの連携プレーも見ものだ。さあ、そのチャボがトップロープからボディープレス、ちょっとチャボのコーナーに捕まってしまいました。赤と青のこのリングの三角形でありますが、青のコーナーで試合が行われております。チャボのコーナーです。さあ、そしてダブルアームスープレックス、大技も来ているようだ。カウント2、大仁田が出てまいりました。大仁田もいい動きを見せています。竹内さん、なかなかいいですね。それだけですね、やっぱりパートナーをいかにうまくカットするかがやっぱり勝負のポイントになってくるでしょうね。さあ、どうぞ、ローリングクラッチホールドに行けませんでした。うまいですね。いや、いいですね。チャボ・ゲレロ、うまみを見せました。そしてリング内はヘクター・ゲレロと大仁田、ショルダースルーで投げ飛ばした。そして何が出るか、飛んだぞ飛んだぞ、ダイビングボディープレス。さあ、カウントいきました、2、カウントは2。このダイビングボディープレス対応しますね、非常に落差がありますね。そしてもう一発いくか、おっと、今度は失敗だ、自爆であります。大仁田、うまいタイミングでこのボディープレスをかわしました。そして勢いに乗るか、生き返るか、ネックブリーカードロップ、そして覆いかぶさりに行きます。
カウントは2です。ランニングのネックブリーカードロップでしたね。うまいタイミングで決まりましたね。そしてやっぱりどうしてもチャボが出てきますね。あ、コブラですが、グランドコブラになった、グランドコブラになった。カウント奪えるか、2、惜しい。あっと、ちょっとロープの近くでありました。大仁田敦、もうマイティーの上との一戦、ちょっと、まあ、ベルトは取れなかったんですが、もうそのショックはない、消えましたね。もう今日の動きがこの心配もないですね。そうですね、世界を目指してほしい大仁田。カウント追いかぶさります、2、カウント2の攻防が続きます。さあ、ヘクターが髪の毛を掴んで、このマットをキャンパスに大仁田の額を打ちつけます。そしてキャブのコーナーへ持ってまいりました。この技の切り返しといいますかね、この辺はさすがですね。さあ、そして2人がかりでロープに飛ばして、これをかわした大仁田、スルーッとくぐり抜けたが、しかしこの追い打ちをかけられました。踏みつけ、額を踏みつけられました大仁田。さあ、大仁田、そして淵もこのコンビネーションを見せてほしいところですが、ファイルスープレックス、これはエビに決めるぞ。カウント2、今ちょっと危なかったですね。危なかったですね。この早いですね、スープレックスからこのフォールに持っていくタイミングが、もう自分の体を浴びせるようにやっぱり重ねてますからね。そうですね、このチャボの技のキレ、ご覧いただけましたでしょうか。さあ、大仁田が自分のコーナーに持ってまいりました。赤コーナーです。そしてこれ、スープレックスの攻撃は見れそうだ。ダブルチョップ、綺麗に決まりました、村井田。さあ、そして淵が満を持して登場、バックドロップで切って落とすか、バックドロップ。さあ、そしてこれを腕を決めて、この腕を決めてフォールに行こうとしましたね。そうですね、ルーティーズ式の完全なフォールの仕方ですね。そうですね、この辺に執念が見られますね。見られますね。さあ、そして技の切り返しは定評があります、チャボグレロ、カニワサビ。そしてちょっと危ないですね、これは。これは危ないですよ、釣り天井に行くか。おっと、いった、高く高く腰上がるか、これは潰れた。前側に汗で右足が滑りましたね。そうですね、もう場内大変な熱気ですので、両者もう汗みどろです、汗みどろです。汗でこの技が滑ります。早いタッチワーク、今度ヘクターが出てまいりました。そして縁を買い上げます、縁を買い上げます。そしてトップロープからボディープレス、カウント2です。この辺もメキシカならではのボディープレスですね。ヘクターの場合、あらゆる形のボディープレスを持ってますからね、危険ですね。空中殺法では兄貴よりもこの兄弟の中で一番達者であると、このように定評があります、ヘクターゲルドの空中戦。さあ、今度は2プラトンで行くところを、2プラトンと言いますか、2人を丸め込もうとしました。2人を回転指で決めたわけですね。そうですね、気合が入っています。そして大仁田、火の玉ボーイ大仁田、速いタッチワークを見せる日本チーム。ちと大仁田、大仁田がコーナーで待っているぞ、大仁田がコーナーで待っているぞ。口はどうするか。さあ、抑え込んだチャボを抑え込んだ、ダイビングヘッドバット、肩口に決まりました。左の肩口ですね。そうですね、左の肩口に決まりました。抑え込んだ、カウントは2、もう一つ決め技が欲しいですね。あれ、やっぱ頭を狙ってみたかったですね、肩ではちょっとダメージがね。さあ、そして今度はダブルアームスープレックス、落差がありました。抑え込みます、肩指、カウント1。さあ、そしてちょっと揺らしたところも、トバットからちょっとたまらず大仁田、口にタッチを求めます。さあ、口が今度は捕まります。口が捕まります。必ずこの兄弟は、二人して無駄な動きをしませんね。しません。もう最小限の動きの中でですね、効果を上げてますね。ドロップキック、これが得意です。顎の先端を砕きます。カウントは1です。口とヘクター・グレロ、リングの中央。ニーリストを見せました。これに対して円錐切り。口もしばしばこの頃見せます。円錐切りを一発に舞いました。そしていいタイミングで大仁田にタッチを行いました。さあ、そしてブレンバスターか、ブレンバスターに行くぞ。そしてこれをドロップキック、ものすごいホールドに行きます。カウントは入りません。うまいタイミングでチャボが出てきますね。素晴らしい連携でしたね。そうでしたね。これだけに口がですね、あそこでやっぱチャボをカットすればよかったんですよね。そして完全にこのヘクターに狙いを縛ったようだ。バックトラップから追いかぶさる、カウント2、もう一つ技が欲しい、もう一つ技が欲しい。ここは勝負ですね、武井さん。かなりヘクター参ってますよ。そうですね。そしてもう一度ブレンバスターに行くか、ブレンバスターに行くか。大仁田得意技の連発、大技の連発であります。さあ、ホールに行った、ホールドに行った。しかしシャブが出てきた、口がこれを捕まえて制止している。この間に大仁田とヘクター、そして口とチャボ、同士打ちを囲いました。そしてやったー、マ
肩先、これは面白い技と言いますか、シャボー非常に相手チームに動揺を与えますけどね、これ反則カウント早い、やっぱり早いですからね、早くブレーキしなきゃまずいですね。兄弟コンビ顔化けのタクワークぶりですね。そして大仁田、大技を連発してまいります。シャボが再三本当にカウント1で入ってまいりますからね。シャボがうるさいですね。はいですね。さあヘクターがこの間にちょっと息を吹き返したようであります。ダブルアームスレックス、スープレックスで今度は大仁田を投げました。さあ一進一退の攻防。さあここまでの展開どうですか。ゴブとゴブですか。やっぱりゲリラ兄弟がいいですね。あ、ゲリラ兄弟。ダイビングボディープレスでチャボが抑え込んだ。大仁田危ない、カウント2。カウント2でありました。これ危ないですよ。危ないですよ。これはジャーマンスープレックスホールド。18番、土が飛び出た。いいタイミングで土が飛び出ました。ヘクターに土が捕まっております。さあ、この間にシャボと大仁田の対決。シャボと大仁田の対決。さあ、シャボがロープに振った。そして、おっと、ちょっとご覧いただきましょう。これです。それぞれをドロップキックで場外に転落させました。まるで鏡を見ているダブルプランチャーですね。ダブルプランチャー、まるで本当に鏡を見ているよう、知恵を見ているようであります。場外に転落いたしました。と大仁田であります。大の字であります。これは場外転落、しかしそのルールによりますと、両者リングアウトの場合は0点ですからね。そうですね。ともかくどっちかがあんなきゃまずいですね。そうですね。両チームとも好調な滑り出し、2点ずつを取っておりまして、優勝を左右する一戦であります。両者リングアウトだと、両方とも0点。あっと、今、ゴングが入ったようであります。ゴングが打ち鳴らされます。まあ、あそこのですね、スープラトンといいますか、土を見るような攻撃、あそこまでは良かったんですよね。あそこまでは完全なキャボ組のペースだったんですけどね、まあ、最後でもつれてしまいましたね。ゴングがランダーされます。いい攻撃を見せました、ゲリラ兄弟でありますが、ちょっとこの勇み足といった感もありました。12分13秒、両者リングアウトということになりました。武井さん、これ予想しましたか。まあ、どちらもですね、手を伸ばせなかったわけでね、ここでまたちょっと優勝戦線が混沌としてきましたね。そうですね。まあ、この得点の方を申し上げますと、チャボゲレロチームが2戦で1勝、2点変わらずです。そして大仁田マサノコビがやはり2戦で1勝2点変わらずということで、これは他のチームにもチャンスが巡ってくるわけですね。そうですね。当然まだまだその他の3チームですか、これにチャンスが出てきますね。控え室では浜田と井上が今日の試合じっくりと高みの見物をさせてもらうよと、このように言っておりました。ますますこのジュニア戦線面白くなってきましたね。これからがやっぱり正念場になってくるでしょうね。さあ今日のこの試合、結局両者リングアウトに終わりました。僕セブンイレブンのコンナです。私セブンイレブンのモノです。二人合わせてこんなものです。こんなものまでありました。セブンイレブンいい気分。カムリで走る、それが何よりお前に素敵な思い出残してやれそうで、もっと遠くへ、新しい大きなカムリ。その時僕はエンジェルのように軽やかに空を飛んだ。第27回オールスター競輪、ご覧の場外車検場をご利用ください。あの OL キラーの戸田係長が、実は自宅では妻テルエとオーシャンブライトをしていたのでありました。明るい我が家の交際費860円。オーシャンブライト。あなた以外の技術者が今何を考えているか知っていますか。技術者が読むキャリア情報誌ベルフ。ケロケロ。どうせ私はじゃあ四角い。フレンディキュービックコーヒー新発売なの。 AGF。 さて広島大会、いよいよ名イベントでございますが、けれども今夜の広島大会はご覧のようにアジア難民に対するチャリティー大会として行われております。リング上では先ほど広島県の体育協会会長の中野茂美さんから、世界難民救済民間機構代表の安井健自民党最高顧問に
本大会の収益金全額が贈られました。さあリング上、いよいよ今夜の名イベントです。広島大会の名イベントはインターナショナルタッグ王座決定戦でございます。空位になっております。インタータッグの王座はすでに5ヶ月間 PWF 本部預かりになっておりますけれども、今夜ジャンボ鶴田天竜組対ブルーザーブロディクラッシャーブラックウェイ組との対決で勝利者チームがベルトを獲得いたします。ベルトを返上したジャイアント馬はご覧の鶴田天竜に受け継いでもらいたいというのが願いでありますけれども、ジャンボ鶴田天竜は過去2回王座決定戦に失敗しています。今夜必勝を期しまして試合に臨みます。 UN チャンピオン天竜、そしてインターヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田、全日本プロレスのこの2本柱が獲得してこそインタータッグのベルトの価値は高まるというものでございます。ブロディー、そしてブラックウェルの BB コンビを果たして分解できるかどうか。まずジャンボ鶴田天竜チームの入場。日本テレビ並びに難民チャンピオンプロレス実行委員会より花束の贈呈でございます。インターナショナルタッグ王座決定戦、この後ブルーザーブロディークラッシャーブラックウェル入場でありますが、試合に先立ちまして日本テレビから今ジャンボ鶴田天竜に花束が贈られました。この後ブルーザーブロディー、アメリカ代表のブルーザーブロディークラッシャーブラックウェル入場であります。さあ会場が大騒ぎになってまいりました。王座決定戦に臨むアメリカ側はクラッシャーブラックウェル、ブルーザーブロディの巨漢コンビ、トータルウェイトは315キロ、共にタッグマッチは自信を持っている両選手であります。ブルーザーブロディ、ご存知のように世界タッグチャンピオン、ブラックウェルは全 AWA 世界タッグチャンピオン、キャリアにプラスいたしまして想像を絶する巨大な壁、鶴田天竜の連携を断ち切りまして力で果たしてねじ伏せることができるか。この2人は AWA ゾーンでもチームを作ったことが一度あります。コンビネーションは心配ありません。清水雅彦より選手権試合宣言でございます。さあインターナショナルタッグ王座決定戦、試合に先立ちまして先ほど日本テレビと同時にアジア難民チャリティープロレス大会関係者から花束が贈られました。リング上ではインターナショナルタッグ王座決定戦の宣言が今皆さんに紹介されています。ナショナルレスリングアイラン会長ボブ・ダイゲル、ナシックスリングネーデルストン会長ロード・プレイヤー。勝負の方は60分一本勝負で争われますインターナショナルタッグ王座決定戦。控え室に2本のチャンピオンベルトが今預けられました。果たしてこのベルトを巻くのは鶴田か天竜か、それともブロディーかブラックウェルか。本勝負を行います。青コーナー400パンドクラッシャーブラックウェル、アメリカ側代表チームです。クラッシャーブラックウェル全 AWA 世界タッグチャンピオン、300パンドブルーザーブロディー、もしこのベルトを取ればタッグ2冠王です。ご存知世界タッグチャンピオンブルーザーブロディー、250パンド天竜健一郎、タイトルマッチ3連戦に弾みをつけたい天竜 UN チャンピオン、ジャンボー鶴田、来週はインターのシングルの選手権試合ジャンボ鶴田。外人選手には絶対にベルトを渡さないという必勝 TT コンビ、相手は BB コンビであります。60分の一本勝負、非常にいいムードになってまいりました。今夜の広島県立体育館、さあカメラの方は勝ったチームに送られます。インターナショナルタッグ王座のベルトが今映し出されました。必勝の構えのジャンボ鶴田天竜チーム、そしてこれまたやる気満々ブルーザーブロディークラッシャーブラックエル。竹内さん、この両選手のトータルウェイト、はい、想像としますね、270キロ以上ですね。大変な重量とパワーですね、重量とパワーですね。さあゴンが鳴りました。先手役を務めます、まず天竜です。先週の坂田大会でちらっと天竜のコンディションをお伝えしたんですけれども、ちょっと下痢の症状を起こしておりましたけれども、どうやらこの関西にサーキットにやってまいりまして治ったようですね。まあ、それだけですね、今日は天竜のやっぱり一つの大暴れに期待したいですね。そうですね、もう十分に暴れてやると TT コンビは語っておりました。ジャンボ鶴田天竜です。まあ竹内さん、ジャイアント馬場選手がベルトを返還して空位になったこのインターのベルトも5ヶ月間、まあ
王者の手に渡っていなかったんですけれども、前と馬場選手の思惑通り、この TT コンビがタッグの王者になれるかどうかといったところですね。そうですね、まあ、今日ですね、3度目のチャンスをもらったわけですからね、はい、これをまた棒に振りますとね、もう今度いつチャンスが回ってくるかこれ分かんないですからね。そうですね、やっぱり3度目の正直に期待したいですね。はい、タイガージェットシン上田組と2度にわたります構想、ベルトをかけて戦ったんですけれども、一度はノーコンテスト、一度は両者、両チーム反則という意外な結果に終わりまして、ベルトはまだ PW 本部預かりのままであります。さあブルーザーブローディーも突進してまいりました。さあ先兵を切って登場の天竜がどういう当たりを見せますか。下痢の症状も治りました。コンディション的にはまあまあですというふうに言っておりました。静かなる男天竜。さあ反対に BB コンビはブローディーからこのクラッシャーブラックウェルにつながれました。竹内さん、はい、まあ、ブルーザーブロディからピンフォールを取るというのは至難の技かと思います。まあ、狙いはクラッシャーブラックウェルかと思いますが、しかしこの男ブラックウェルもなかなかのもんですからね。この男はまたなかなか手強いですからね、やっぱりこれに的を絞ることはもちろん上等手段なんですけどもね、はい、果たしてどういう攻略法があるかというのも難しいポイントですね。本当ですね。ご覧のようにものすごい肉体、ショートレンジからのドロップキック、回し蹴りのような形で当たります。そしてエルボーを落としてまいりました。全肉体をかけます。180キロ、息が弾みました天竜。まさにこの人間圧殺機、非常に怖い選手です、クラッシャーブラックウェル。そして竹内さん、もう共に現役の世界タッグのチャンピオンがこのブロディ、そして全 AW の世界タッグのチャンピオンがこのクラッシャーブラックウェルと、タッグのこのいわゆるなんて言うんでしょうか、つなぎみたいなの完璧ですからね。そういう面ではですね、チームワークとしては全く心配がないですね、はい、それだけにやっぱり隔離コンビとしてはですね、どこで突破口を見出すかですね、はい、今夜はタイトルがかかっています。いつものような出だしはありません、ブルーザーブローディー。そして日本チームの方は天竜からジャンボ鶴田につながれました。この両選手は来週の放送でお届けいたします。大阪決戦、今度はインターナショナルヘビー級のベルトをかけてやり合う相手、その前に行われております広島決戦、ここは鶴田としては2連勝といきたいですね。ぜひ狙いたいところですけどね、ただやっぱりブローディーも尻上がりに調子を上げてますからね、はい、ファンの皆様はこのジャンボ鶴田天竜組にインターナショナルの2冠を、インターナショナルのタッグのベルトが行くことを願っています。まあ、この竹内さん、まだまだ結果は分かりませんけれども、インタータッグのベルトがジャンボ鶴田天竜の TT コンビに渡ればですね、はい、タイのこの鶴竜コンビの絶対的な絆というものがさらに深くなるんじゃないでしょうかね。これでですね、やっぱりハンセンブロディ持つその PW の世界タッグ、これと五分に一応渡り合えるやっぱり価値、格差がつくわけですね。本当ですね。まあ、この TT コンビがタイトルを取れば群雄乱立して、そしてまた現れては消えていくタッグの世界にありまして、この鶴田天竜ならがっちりベルトをしばらくはキープできる一勢じゃないでしょうかね。まずその長期政権は保てると思うんですけどね。そうなんですね。ブルーザーブロディからクラッシャーブラックウェルつながれました。この肉体上だけを見ますと、なんというレスラーというような感じを受ける方もいらっしゃると思います。この巨大な壁で果たしてフットワークはあるのだろうか、こう疑問視するお客さんもいらっしゃるかと思いますが、竹内さん、この見事な動きを見せますもんね、この選手は。ですね、クラッシャーブラックウェルの場合ですね、かつての巨漢レスラーの常識を全く破りましたね。はい、さあそのクラッシャーブラックウェルであります。一発力を加えました。このインターナショナルタッグのベルトも、竹内さん、最近はこのブルーザーブロディスタンハンセンの、NWA それから AWA PWF 認定の世界タッグのベルトにちょっと押され気味で影が薄いんですけれども、日本選手にとりましては本当に大事なベルトですからね。これ日本だけじゃなくてですね、アメリカでもやっぱり非常に歴史と伝統のあるベルトですからね、はい、なんとかやっぱりその確認コンビにもう一度やっぱり息を吹き返させてほしいですね。そうですね。資料をちょっと見てみたんですけれども、竹内さん、インターナショナルタッグのベルトもどうですか、すでに22年の歴史を刻んでますね。そういうことですね。ともかく、まあ、アメリカ の, そのスコット兄弟あたりからですねスタートしまして、はい、日本でもやっぱり非常にやっぱり長い歴史を持ってますよね。そうですね。懐かしい名前で言いますと、41年に、まあ、日本人で初めてこのベルトを取ったジャイアント馬場吉村道明組ですね。これから、まあ、一応日本におけるインタータッグの歴史が始まったわけですね。そうですね。インターのシングルのベルトと同時に日本にとりましては大事なベルトであります。さあ再びジャンボ鶴田とブルーザーブロディの一騎打ち。今夜はいわゆるアレクルーというようなキングコングらしさは今のところ出しておりません。キングコングブルーザーブロディ、さすがに竹内さん、
この一流レスラーというのはタイトルがかかりますとガラリと戦法を変えますね。やっぱこの辺がですね、やっぱ一流レスラーのうまさなんでしょうね。そうなんですね。まあ、普通の対戦ですとこのチェーンをぐる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 振り回しまして相手を威嚇するところから始まります。おっとクラッシャーブラックウェルの人間アッサツキそのままなだれ込みであります。ちょっと腰を打ちましたジャンボ鶴田。しかし今夜のブルーザーブロディはいわゆるタイトル絡み、そういったことを十分に計算しているんでしょう。まさにこの頭のいいレスラーです、ブルーザーブロディ。アメリカ代表のこのブルーザーブロディクラッシャーブラックウェルチームの呼吸どうですか。なかなかいいもの持ってますね。とりあえずスタートからですね勝つためのレスリングをやってますよね。はい、来日前には AWA ゾーンでも試合をしたこのブルーザーブロディでありますが、このクラッシャーブラックウェルとたった一度だけチームを作ったということを言っておりました。さあ今度は鶴竜コンビ、ああスープラトンの攻撃、相手はブルーザーブロディです。1対1ではかないません。さあ鶴田が覆いかぶさった、覆いかぶさった。まだまだしかし試合の方は序盤戦、流れを掴んでいるのはどっちのチームでしょうか。鶴竜チームか、それとも BB コンビブルーザーブロディクラッシャーブラックウェルチームでしょうか。さあブルーザーブロディを赤いマット上に連れてまいりました。赤い三角状は鶴竜コンビ。さあ2人がかでスープラトンの、おっとうまい具合に手を合わせました。さあ今度は天竜一人、天竜一人ブルーザーブロディ、キングコング飛んでくる。ここでキングコングが飛んでまいりました。この後の流れですね、竹内さん。非常に今にその切り返しが早かったですよね。一瞬にしてぶっ倒れました天竜。坂田大会の時にはちょっと精彩のない顔色でしたけれども、今夜のこの広島大会は顔面赤みを増しておりますが、しかし今の一発によりましてちょっと顔色が変わってきましたね。ちょっとダメージが心配になってますね。これだけ強いんですね、ものすごい衝撃度です。ブルーザーブロディ、ご存知世界タッグチャンピオン、このインターのベルトを取りますと日本のタッグのベルトを両肩に引き下げましてアメリカに帰国ということになります。さあ体当たりすごい、ものすごい。竹内さん、はい、日本には、まあ、お相撲という、まあ、日本の国技がありますけれども、お相撲さんがよくこの鉄砲を踏んだりですね、ぶちかましですね、当たったりぶちかましをやりますが、はい、そういう極意なのかもしれませんね。まあまあ、ちまね、まあ、アメリカに言えばそのフットボールのそのタックですか、はい、あの極意もあるんでしょうけどね、僕はパッと決まりましたね。パッと決まりますね。いや、大変な威力であります。クラッシャーブラックウェア。今度はブルーザーブロディの右の膝頭に合わせました。やはり天竜が的に絞られますかね。当然 BB コンビとしてはですね、はい、これはやっぱり天竜にやっぱりターゲットを絞るでしょうね。そうですね。さあブルーザーブロディ、あーっと豪快にキングコングの右足、鋭いキック、顎の先端を捉えました。天竜苦しい、もうおそらく歯がガクガクでしょう。いや苦しくなりました。さあ天竜のここで思い切った技が欲しい、返すことができるでありましょうか。どうやら脳天空一の体勢に行きます。脳天空一の体勢ですが、これをうまく切り返してほしいんですが、どうでしょうか。切り返せばかなりのダメージですけれども、あーしかし軽く持ち上げてしまいます。まさに脳天食い打ち、血が逆流する、うわっといった、まさに垂直に落とします。たまりませんね、竹内さん、たまじい破壊力ですね。しかし今の場合ですね、天理も相手がもうちょっと軽ければかわせたわけですよね、はい、しかしやっぱりブロディーズは通用しませんね。通用しませんね。今のところ1枚も2枚も上、ブルーザーブロディ日本のベルトを獲得するのはもう間近か。そしてエルボーと同時に体重も落とします。すごい技だ。パートナーの鶴田が今やってまいりました。さあここで天竜、今度は川津掛け、川津落とし、これは効いた、おっと180キロ一発で倒した。さあこの辺りのこの後のつなぎの技は何か、天竜。さあつなぎの技は何か、ちょっと相手の起きる時間、あっと、もう少し早く攻めたかったですね。もうそろそろからやっぱジャンボと交代の時期ですね、これね、はい、ちょっとだいぶ参ってますね。やっと立ち上がりました。スタンジングポジションを取ります天竜。しかしチョップでは倒れない、倒れません、チョップでは倒れません。もう一回このいわゆる円錐切りの三段打ちあたりはどうかと思うんですが、あこれは見せません。正面からの攻撃、ここでダイビングタッチ、今倒れました。倒れたところでジャンボ鶴田が登場。さあ今夜鶴田の役割も大きい、インターナショナル各王座決定戦であります。さあ激しくチョップで打ちまくります。来週は大阪決戦が待っています。なんとかこの2連戦連勝記録を作りたいジャンボ鶴田。まずジャンピング2パット、これは倒れましたよ。
いいことでございましたね、はい、しかしブルーダブルディがやってくる。わしづかみジャンボトロトのトランクス、これを使いまして後ろに放り投げました。さあ体重を乗せますか。胃袋のあたりまさにこのすごいこのボリュームのありますクラッシャーブラックウェルの肉体、180センチ180キロ、セカンドロップは何を持っていくか。あーっとそのまま全体重を乗せました、全体重を乗せました。ジャンボ鶴田197センチ115キロ、それから角度があります、落差がありますので相当これはダメージを受けている。さあ連続攻撃、そして得意のエルボー、フライングエルボー、喉元に命中、そのまま抑え込んだ。竹内さん、本当にクラッシャーブラックウェルに今の鶴田天竜のこの連携プレー聞いてるんですかね。聞いてるようなんですけどもね、はい、どうしてもブロディがやっぱりうるさい存在になってますね、はい、さあややダメージを受けた感じがあります。クラッシャーブラックウェルちょっと頭が触りました。ここはチャンスかもしれません。体ごとぶち当たる天竜、しかし大きな肉の壁、再びスーパーソンの攻撃です。何を持っていくか。さっきはダブルトップでした、今度は後ろに投げ返し、後ろに投げ返し、そのまま覆いかぶさる。あっとご覧くださいこの怪力、カウント2まではもうまさにこのカウントを待ってたというような感じ。今度は胃袋に、あの体勢から行きました。ヘッドバットですね、ヘッドバットですね、ボディへのヘッドバットですね。驚きました、至近距離からのヘッドバット、膝をついておりました。まさかこのクラッシャーブラックウェルの肉体であのヘッドバットを打とうとは思いもよりません。そのまま天竜を場外に送り出した。ブルーザーブロディが待ち構えている、場外の思い切って叩きつけたブルーザーブロディ。さあお客さんの間に割って入って狂気をつかんだ、椅子を使いました、背中に、いやブルーザーブロディが打つんです。悲鳴を上げます天竜、リングの中に連れ戻し、一発前威嚇しましたけれども堂々リングの中で勝負しようじゃないかという姿勢。そしてキングコングのキック、天竜全く動きが止まりました。このままだと危ないですね。これだと BB コンビのペースになってますね。果たして TT コンビの一発大逆転の逆転ホームランは何か、それに期待したいと思いますが、ブルーザーブローディー今夜はあくまで冷静、あくまで冷静です。さあここで押しまくってジャンボ鶴田に渡します。ジャンボ鶴田とブルーザーブローディー、さあどういう試合になりますか。この辺りの流れは竹内さん、大阪決戦に響きますね。フライングボディシザースドロップ、どうだ、そのままカウント2までは行きました。しかしブルーザーブローディーよく返します。今度はサイドスープレックス、サイドスープレックス、人間キングコングをサイドに投げ飛ばした。さあ大技連発鶴田、カウント2まで行きます。やっと自分のペースが出てまいりました、ジャンボ鶴田、そして天竜チーム。しかしクラッシャーブラックウェルの巨体場外におっぽり出されます。ブルーザーブロディおそらく追い打ちをかけるか。ブルーザーブロディが何やら探している。リング上はクラッシャーブラックウェルだ、天竜フォローに行かない。おっと鎖だ鎖だ鎖だ、鎖を手にした。これで鉄拳を振るうか、いったいった、顔面に命中させました。ブルーザーブロディ場外で場外でチェーンで顔面メッサー打ち、この一発で鶴田の姿勢はおそらく切れたでしょう。すごい勢いでぶちかまし、いやー大変です。ジャンボ鶴田の表情です、体が見えます。あーっと切れました。先ほどの猛烈な勢いで突進したチェーンのこの衝突によりまして鶴田の顔面切られました。さあ大事なインターナショナルタッグ王座決定戦、勝負は中盤、これに追い打ちをかけるクラッシャーブラックウェブ、鶴田が切られました。大阪決戦を前にしたこのインターナショナルタッグ王座決定戦、これはまた大阪大会も因縁を呼びますね。竹内さん、これでですね、やっぱりブロディブラックウェルがガゼンやっぱり自分たちのペースを使いましたね。そうですね、もうこの後おそらくブルーザーブローディークラッシャーブラックウェルは力に任せまして力の攻撃に出ていくでしょう。そのまま押し潰したキングコングが思い切ってボディープレス、体を合わせる鶴田、ちょっと動きが鈍い。さあ大変だ、勝負の方は15分、ここで鶴田を動きを止めてクラッシャーブラックウェルに渡しそうだ。さあ担ぎ上げます担ぎ上げます。さあ前に落とすか後ろに落とすか、クラッシャーブラックウェルです。ニタッと笑いました。バックフリップバックフリップ、そのまま表を向いて抑え込んだぞ抑え込んだぞ、危ない。今のバックフリップどうですか。危なかったですね、カウント2半まで入ってますよね。あの肉体から落とします。
落として自分の体も預けますからね。それが怖いわけですね、まさに呼吸が止まってしまいます。クラッシャーブラックウェルからブルーザーブローディー、勝ちむしり勝ちむしり攻撃、キングコングブルーザーブローディー施設して広島のお客様、鶴田コールです。鶴田コールですがちょっと方向を失っております。ジャンボ鶴田、どうしても一匹狼になって、しまいますね今夜。ともかくやっぱ天竜につないでほしいところですね、もういずれもブルーザーブローディーは自分のコーナー、ブルーの三角上でずっと試合を続けています。さあどうだ、今度はニードロップ失敗、金国ニードロップは失敗、満を持して天竜登場、天竜が行くチョップで行く、さあ元気が出た、さあスモーチョップ天竜チョップ、さあ相手を崩す、今度はなんだ、エルボーだ、エルボーが当たりました。ここで円錐切り、首の後ろ側円錐切り、今度は相手が変わります。クラッシャーブラックウェル、クラッシャーブラックウェルにタイミングを測っている。さあ巨体が動いた、岩が動き出した、巨体が動き出した、押しつぶし、危ない天竜息を絶えない、うまく外した、エプロンに乗っかる天竜、この反動でクラッシャーブラックウェル倒れました。まずエルボー一発かわせますが、ちょっと動きにシャープさがありません。天竜先ほどの押しつぶしで動きが止まってしまいました。さあクラッシャーブラックウェルも動き出した。さあ鶴田がブルーザーブローディーにチョップ攻撃、天竜はドロップキック、クラッシャーブラックウェルに合わせています。さあもう一回天竜は今度はブルーザーブローディー相手に交互に打ちまくります。対角線上、しかしブルーザーブロディはおっと天竜の頭を持ってクラッシャーブロッケルの胸にぶつけました。そして体から地の鶴田に思い切ってキックを浴びせます。そしてさらに力を加えました。まさにスープラトンの押しつぶし、ブルーザーブロディの力が加わりました。そしてエプロンの天竜に思い切って右のキック、さあクラッシャーブラックウェル、クラッシャーブラックウェルが鶴田を捉えた、鶴田をドラッキックにした、これがクラッシャーブラックウェルに当たってしまいました。鶴田一瞬の隙、そして天竜がまた1回転リングの中、しかし場外、さあ鶴田がトップロープに上がった、そしてフライングボディアタック、これが大逆転のホームランになりそうだ。カウント3、まさに大逆転の逆転ホームラン、ジャンボ鶴田トップロープから飛びました。フライングボディープレスであります。巨体クラッシャーブラックウェルに乗っかりました。インターナショナルタッグ王座決定戦勝負がつきました。ベルトはジャンボ鶴田天竜のものです。いや今の流れどうでしたか、武井さん。巨漢のブラックに対してですね、最も効果的ないい方法を用いましたね。そうでしたね、これを狙ってたんですね。これがですねジャンボたちのやっぱ作戦だったんでしょうね。そうですね、ブルーザーブロディを非常に格乱した天竜の動きも良かったですね。良かったですね、やっぱり鶴竜コンビのチームワークがこの勝利をものにしましたね。そうですね、全日本プロレスの良きライバルであります鶴田天竜、18分13秒片エビ固めによりまして、ジャンボ鶴田天竜チームがインターナショナルタッグ王座決定戦ブルーザーブローディークラッシャーブラックウェルの BB コンビを打ち破りまして、久しぶりで自分の胴に負けます。ジャンボ鶴田そして天竜の胴に巻かれましたインタータッグのベルト、もちろん天竜がインタータッグのベルトを締めるのは初めてのことであります。そして日本テレビから勝利のトロフィーが贈られます。全日本プロレスの日本柱、全日本プロレスの良きライバルでありますジャンボ鶴田天竜の TT4、 そのタイトル獲得で TT4 の黄金時代が到来しました。武井さん、まさに TT4 の時代の幕開けと言っていいでしょうね。まさにインタータッグをベルトの個人ですね、新しい時代の幕開けですね、そうですね、今夜のリング上見事に TT4 が爆発いたしました。天竜の見事な動き、そしてジャンボ鶴田トップロープからのフライングボディアタック、見事に構想しまして、堂々5ヶ月ぶりでジャンボ鶴田がこのインタータッグのベルトを奪還いたしました。そして天竜も2冠王でございます。インタータッグの両選手に広島のお客様から熱い声援が送られております。
さあジャンボ鶴様、来週は大阪で今度はインターナショナルシングルの挑戦を受けます。相手はブルーザーブロディ、そして天竜はニューゼン戦が待ち構えております。2連勝といきたいところであります。見事な勝利でございました。インターナショナルタッグのニューチャンピオンはジャンボ鶴田天竜でございます。今夜は雑誌ゴングでおなじみの竹内康介さんの解説でお伝えしました。竹内さんどうもありがとうございました。どうもこの辺で広島からお別れします。全国のプロレスさんの皆様ごきげんよう、さようなら。AWA 世界王者リック・マーセル、スーパーアイドルタイガーマスク、そしてフリーバードさんからの84年ジャイアントシリーズは10月5日横浜文化体育館で開幕です。ここ高後楽園ホール、11日大阪大会よりミスタープロレスハーリー・レイ、南海の栗表レッキー・スインボートが登場です。来週は鶴田がブロディを相手にインターナショナル防衛戦、天竜はジム・ガービンと UN 戦、2大タイトルマッチを中心にお送りします。体力商品はフラットタイプの高級家具調こたつです。天板は表が落ち着いた欅柄、裏は新感覚の幾何柄で熱に強いメラミン仕上げ。サイズは横105、縦75センチの長方形です。本体は全て天然木を使用、足は 6.5 センチ角です。ヒーターは600ワットの温風式ですから、ご覧のように出っ張りがありません。今すぐ座卓としてお使いいただける糸満高級家具調こたつ、お値段です。今日は天板との調和が素晴らしい幾何柄の掛け布団と敷布団をセットして合計8万4000円の品を特別価格3万9600円、月々3300円の12回払いでお届けします。お申し込みは東京03-3503-1211番、3-501-211で今日の午後8時まで受け付けています。ではまた。この放送は第一家庭電機の提供でお送りしました。来週は鶴田対ブロディのインターナショナル選手権、天竜対ジムガービンの UN 選手権、大阪2大タイトルマッチです。お楽しみに。